代未聞のスピン対決が実現。この対決に挑むのは日本が世界に誇るフィギュアスケーター、オリンピック入賞2回、世界一とも言われる高速スピンの女王、スグリ・フミエ。対するは過激なダンスで世界を極めたこの男。凄まじき荒技を1分間に101回、ヘッドスピン世界記録保持者、大野愛知。フィギュアスケートか、それともヘッドスピンか、真の最速スピンはどちらなのか、その答えがついに明らかになる。なんかちょっとスケートより速い気がする。回転速度は今日で決着がつけれるっていう感じが嬉しいですね。今回の勝負は2ステージ制、制限時間はファーストステージ30秒、セカンドステージ45秒とし、スピンの合計回数を競う。手や足を使って勢いをつけることは時間内であれば何度でも OK。 どこで加速するかが戦略の鍵となる。スグリ VS 大野、いよいよ空前の意思対決の幕が開く。氷の上のスピン頂上決戦がいよいよ始まります。最初に回るのはこの男、ヘッドスピン世界記録保持者、大野愛知18歳。ファーストステージは制限時間30秒。大野愛知が今ゆっくりと回り始めた。ヘッドスピン、これが大野のヘッドスピン世界記録保持者。全く軸はぶれていない。足を今曲げてクロスするような感じでぐん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 ぐる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 回っている。10秒経過。これは速いスピード、もう肉眼では何回回っているのかよく分からなくなってきたが、今足を伸ばしたスピードを上げていく。半分を通過。さあ残りが10秒になってくる。20秒経過した。大野のスピードは衰えない。片足をまっすぐ上げて残りは5秒、4、3。さあラストスパートに入る。1、30秒、ここで終了。4、3、さあラストスパートに入る。すごい。大野愛知、その実力を存分に見せつけました。やばい。ちょっと緊張してきちゃった。登場しました。ここから30秒以内に自分のタイミングでスタートを切ってください。スグリといえば言わずと知れたフィギュアスケート界スピンの女王です。さあ今スグリが回り出した。30秒間スタートした。左足を軸にして回っている。ヒットスピンに入った。スグリの高速回転、ここからがスグリの本領発揮か、レイバックスピン。さあ足を変えた。10秒経過。足を組み替えました、スグリ踏み絵。今度は左回転、もう一度足を変える。さあ間もなく残りは今10秒になってきた。背中を反らしてのスピン、これがスグリのスピンです。世界レベルのスピンだ。残りは5秒。ここでラストスパート、ものすごい速さ。今30秒終了。うわすげえ。待って、これはやばい。最後に見せました、スグリ踏み絵。最後の追い上げ、ものすごいスピード。さあどっちが勝った。前代未聞のハイスピードバトル、ファーストステージを制したのはどっちなのか、 VTR で確認。競技はそれぞれがスピンに入ったところからスタート。前半リードしたのはヘッドスピンの大野。スタートでつけた勢いをキープし、徐々にその差を広げていく。対するスグリは軸足を変える際にどうしてもスピードダウン。残り時間半分というところでかなりの大差がついてしまった。しかしここからがスグリの真骨頂。彼女は驚愕のラストスパート技を持っていた。残り時間5秒を切ったところで目にも止まらぬ超高速スピン。勢いが落ちてきた大野を一気に追い上げる。しかし制限時間終了後に回転スピードがピークに達するミステイク。かなりの回転数を無駄にしてしまった。いや力配分失敗した。もう全然前、もったいない。
今回リード、まあ、そうですね、でもほんまビザなんで2回目がほんま心配っていう。さあ大野愛知、続いては45秒への挑戦です。自分のタイミングでのスタート、30秒ではなんと77回のスピン。さあ大野がいった、この安定感のあるスピンです。まずは手で勢いをつける、あとはもう手はつけない、体の勢いでいっています。5秒経過しました。45秒間、1分間の世界記録101回という記録を持っています、この大野愛知18歳。さあぐるんぐるんと回っていく、ここから残りは30秒になってきました。残りは30秒を切りました。45秒での挑戦です。大野愛知ゆっくりと回っていくが、ここでスピードを上げてきた、スピードを上げてきた、足をうまく使ってこのバランスを取っています。首の力、30秒経過、残りは15秒、残りは15秒、そして腹筋、軸がぶれない、この大野残りは10秒切ってきた。さあ45秒では何回回るんだ大野愛知、1分間の世界記録を持っている、残りは5秒、5秒切りました。大野ラストスパートに入る、残りは2秒になった、45秒経過、ここで終了。切りました、大野ラストスパートに入る、残りは2秒になった、45秒経過、ここで終了。あーすごい、長い、めっちゃ長かったぜ、きつかった今。いやもう絶対無理、無理とか言って。大逆転に向けすぐに出陣、超高速スピンはどこで繰り出すのか。さあすぐに踏み絵が、今度は45秒の挑戦です。さあスタートした、スタートしました。はじめはゆっくりとゆっくりと右足を伸ばしていきます。そしてここから座った体勢、シットスピン、シットスピンです。すぐりのこのスピンというのはものすごい高速スピンがあるんですが、この高速スピンをどのタイミングで出すか。15秒経過、残りは30秒です、残りは30秒です。まだこの辺りは自分のペースでしっかりと回っています。すぐに踏み絵、世界選手権メダルは3つ、グランプリファイナルを制しました。そしてオリンピックでも入賞2回、このすぐりがこのスピン、残りは15秒、残りは15秒切ってきた。さあ45秒の挑戦、すぐりのあの高速スピンが出るか、残りは10秒、さあここできた、ここできた、ここできた、すぐりの高速スピン、高速スピン、何回回っているんだ、残り5秒切った、残り5秒切った、最後の粘り、残り2秒切った、ここで45秒。これすごい、これめっちゃすごい。あーちょっとやばいかもしれない。残り10秒での高速スピン、高速スピンの女王すぐ大逆転はなったか。では VTR で確認。今回も前半リードしたのは大野、勢いをつけた際の回転スピードはヘッドスピンの方が勝っているようだ。だがすぐにもファーストステージの経験を生かして応戦、軸足を変える回数を最低限にとどめ、タイムロスを極力減らす作戦に。さらに軸足を変える際も素早くスイッチ、スピードダウンを可能な限り抑えようと工夫しているのが見て取れる。中盤に入ると大野の勢いをつける間隔が徐々に短くなってきた。45秒という長丁場のセカンドステージ、予想以上に体力を消耗したか。対するすぐりは殿下の宝刀、超高速スピンに入るタイミングを伺う。高速スピンの女王が一気に巻き返すのか、それともヘッドスピン世界記録保持者が逃げ切るのか。いよいよ勝負のラストスパート。そして残り10秒でスグリの超高速スピンが炸裂、その差をどんどん縮めていくスグリ、果たして逆転できるのか。しかし最後惜しくもスローダウン、スグリの逆襲わずかに届かず。19回の差で勝ったのは大野愛知18歳。うわーショック、すごい、なんかでもなんか本当練習しろってことですねこれは。前代未聞夢のスピンバトル、勝者はダンサー大野愛知、記録190回。